スラックスとはデビアンをベースとしたチェコ発のライブ CD である。スラックス級より前は最も古くからあるリナックスディストリビューションの一つであるスラックウェアをベースとしていた。日本国内では産業技術総合研究所が日本語化を行っているデビアンベースのナピックスが有名だがスラックスはスラックウェアのシンプルで素直な構成という特徴を活かしてシンプルさと 軽快さに特徴がある。ナピックスがいろいろな用途で使用できるように大量のアプリケーションが最初から用意されているため、現在では CD ログに収まらないような巨大なサイズとなっているのに対し、スラックスはデスクトップ OS として必要十分なものにアプリケーションが限定されて用意されており、必要な機能を満たしながらコンパクトになっている。さらに多くのソフトウェアは、 モジュールとして配布されていて簡単に追加が可能。従来の 1CD Linux は CD ROM ドライブの遅さから遅いという印象を持たれることがあるが、このスラックスは起動時間や反応時間が短いことから CD ROM 起動ということを感じられないほどの軽快さが特徴である。現在、開発が進められているバージョン6ではファイルシステムに以前より使用されていた。 ユニオンフスに代わり、ウフスが採用されるのに伴い、モジュールファイル周辺に大幅な変更が加えられ、ユスライブモッド、アンスライブモッドコマンドも、アクティベート、ダクティベートに変更された。ちなみに、バージョン6は、従来の CD 用の ISO 形式に加えて、USB メモリ用のタール形式でも配布されている。また、現在、開発者のトーマス M は、 KDE4XX と Fluxbox1XX をデスクトップに採用したバージョン7に向けて作業しており、バージョン6は安定した KDE3.5、8を必要とする人のためのバージョン5とバージョン7の中間、ハイブリッドになるとしている。ス l ックス s 5はこれ以降メンテナンスしないと宣言されている。ス l ックス s 5は公式に4バージョン存在する。 日本語化については、で、独自に行われている。ライブ CD のヘア版は、スラックスにアプリケーションを追加して、汎用性を高める方向で特徴を出しており、スラックス JA は、オリジナルのシンプルさを保ちながら日本語化を行っている。スラックス JA については、Web からの無償ダウンロードだけではなく、埼玉の Linux ユーザーズグループである省エドラグから、 コミックマーケットやオープンソースカンファレンス東京などで説明書をつけて DVD ケース等にパッケージングしたものを優勝で配布しているスラックウェア系統樹スラックス派生版一覧に掲載されたものありがとうございます